金銭ガニ、学名マツタ・ビクターは、十脚目金銭ガニ科に分類されるカニの一種。インド太平洋の温暖な砂浜に生息する、中型のカニである。金銭ガニ科の分類のモノグラフによると、日本の図鑑類でもよく混同されているアシュトレート、ルナリス及びマツタ・ルナリス・フォルスカルは、コモンガニの学名である。ガワトゲを含めた幸福は、 オスで50から70ミリメートル、メスは40から60ミリメートルほどで、カニとしては、中型の部類である。東京港はほぼ円形で、ドーム状に膨らみ、光沢がある。甲の左右に長い側棘が張り出し、側棘から目までの全側縁には6個の巨子がある。両目の間にはに刺した角角がある。ハサミ足は大きく。 表面に小さな棘やイボ状突起がありゴツゴツしている。大型個体は挟む力も強く、手などを挟まれると出血に至ることがある。4対8本のふわはすべてヒレ状の遊泳脚に変化しており、形は各体で少しずつ異なる。この遊泳脚を巧みに使うことによって、素早く砂の中に潜ったり、高速で泳ぐことができる。 生体の体色は黄色で、甲の表面や足の関節部に紫褐色の反転が蜜布のする。腹側は白い。カニの分類上では、カラッパ類や拳ガニ類に近いとされ、原生カニ類としてはやや原始的な部類に含まれる。かつては金縁種とともに、カラッパか、金銭ガニ赤として分類されていた。金銭ガニの覆面。 ふわしの形状は体ごとに異なるインド太平洋の熱帯、亜熱帯海域に広く分布する。日本でも房総半島から南西諸島、小笠原諸島まで暖流の影響が強い地域で広く見られる。水のきれいな砂浜の長間帯から水深15メートルほどまでに生息し、同所的に台湾ガザミや石ガニなどが見られることもある。水中の砂底付近を 横方向に素早く泳ぎ回るが、驚いた時などは、足で砂をかき、数秒のうちに砂に潜ってしまう。このため海水浴場などでは砂に潜ったものを、気づかずに踏んでしまうことがある。食性は雑食性で、打ち上げられた海藻、動物の死骸、小動物などを食べる。このカニを捕獲するには、まず砂に潜るまで待ち。 潜った位置にいた桃ももを上から被かせて砂ごとすくい取れば捕獲できる。網ですくうと足を縮めて丸くなり喫死をする。手ですくい取ることもできるが挟まれるとかなり痛いので注意が必要である。人や地域によっては食用にすることもあるが一般的ではない。日本には金銭ガニ以外にも金銭ガニかのカニが数種分布している。ありがとうございます。